全福院は、和歌山県海南市にある仏教寺院。天台州、三号は、宝湯山。1215年、英才全寺により、広志福寺子が、院の一つとして創建されて、以来広志福前寺という寺号であったが、明治初期の廃仏希釈を経て、現在の寺号に改められた。安土桃山時代は、かもの菩提寺として栄えななど伽欄を有していたが、 釈迦堂が現存するのみである。釈迦堂は、高山寺仏殿とともに、鎌倉時代の禅宗様建築を代表するもので、国宝の指定を受けている。釈迦堂が遺憾釈迦堂平面図。桁行き、張間友とも三軒の三社の周囲にも腰しを巡らす。桁行き三軒、張間三軒、一重も腰し付け、寄せ胸作り、本河原吹き。道内に安置する釈迦如来像に、 火力二年の命があり、釈迦堂の建立も同年頃とみられる。組物を中上のみならず柱間にも、密に配する点、内部の加工などに、禅宗様の特色が見られる。日本に現存する禅宗様仏殿としては、高山寺仏殿と共に最古霊の一つである。木し正面は、中央三軒を、三、空と、両脇を、立ていた壁とする。内は、 天井は、中央の型一軒を鏡天井、その周囲を天井板を張らない化粧屋根裏とする。道内四隅に、ひきりりという45度方向の短いりが掛けられている。これは、瀬戸内海地方の禅宗様に見られるものであり、他のひきり張りの例として、暗黒寺社課堂、松尾院本堂がある。郵便番号649-0132。 和歌山県海南市下津町梅田271ありがとうございます。